はい、皆さんこんにちは、ワネグルビジです。では今回は、ハーツオブアイアン4、第一次世界大戦もっとすでに第二次世界大戦に突入していますが、その続きをやっていきたいと思います。まずはですね、イギリスとの戦い、地上戦が本格化してきていますので、ここから指示を出していきたいと思っています。まずはイギリスのね、ダブリンを攻略した後、いよいよ、本土攻撃ということになろうかと思いますので、時間を進めていきます。まずはね、しっかりダブリンから、部隊がね、動いていってくれるというのが大前提になりますので、ダブリンにいるね、この部隊、ここに指示を出していきます。しっかりと確保をして、フランスとの戦いに弾みをつけていきたいと思います。まあ、さすがにちょっと師団の数がね、足りない、少ないっていうのが出てきてしまってはいるので、そこをね、どういうふうに、やりくりをしていくかっていうのもすごく重要なファクターになってくるかなとは思っています。では、獲得した航空基地、ここに航空戦力を早速配備していきましょう。偵察機を多めに出しますか。で、その偵察機を使って、しっかりとね、地上戦の援護も行っていきます。ベルファストも結構大きな航空基地ありますね。ここはうまくね、それぞれの特徴を生かした戦い方もしていきたいので、適材適所というか、見合った戦力を各々各々配備をしていきましょう。さあ、これで次の作戦に入っていけるかなというとこですかね。リバプールから上陸をかけて、ロンドンを目指そうという、次の作戦になりますので、まずはね、しっかりとそのロンドン攻略のための部隊派遣というのを最優先していきます。で、たまにはしっかりと確認をしていくのがこのアメリカね。あとアジアの方も時たまね、敵がインドとかに上陸をかけてくることはあるんで、このあたりは、定期的にチェックをかけていきます。さあ、全土の支配が完了しましたね。そしたら続いて、次の攻撃目標、ダブリンから、そうだなー、カーディフあたりに上陸しますか。リバプールとカーディフ、この両方に上陸作戦を行っていきましょう。で、イギリスがね、降伏すれば、いよいよ残されたのが、フランスだけということになるんで、おー、なんか知らんけど、上陸してきた。こういうのは、即座も潰しましょう。そう考えると、ちょっとここも駐屯させる部隊が欲しいよね。いや、全然数が足りないな。陸軍の師団が足りない。ただこれ以上もう削れるところもないっちゃないからな。世界を日本が牛耳しているっていうこの状況なんで、どうしても師団の数が足りないですよね。となると、やっぱり、沿岸の防衛に海軍を当てて、陸軍のね、海岸沿いへの張り付きを少し減らすっていうのが、現実的に取れる策なのかなとも思うんですけど、ちょっとなかなかね、その対応するっていうのも難しいかなというところですね。そしたら、艦隊の一部を、割いていきましょう。
イギリスを囲むようにね、艦隊を派遣していきます。そうか、艦隊の一部はもうアイルランドでドッグ入りさせちゃうっていうのも手だよね。アイルランドに移しましょう、艦隊を。で、ここからね、拠点に出撃をかければ、まあ、よりスムーズに、このイギリス周辺のね、海域を抑えられるんじゃないかなと思う。おお、また上陸してきてる。さすがにイギリス軍も、ここばっかりは、そう簡単には渡さないぞという感じでベルファーストを奪還に来てますね。まあ、ここはすぐに潰しますとはいえ。まあ、敵の軍がね、小出しに動いてくればそれを圧倒的戦力で叩くことによって、まあ、地道にではありますけども削っていくことができるので、まあ、この今の現状はウェルカムですね。じゃあ一旦この六甲師団第6軍を、まあ、ここの防衛に当たらせておきますか。一旦ね、この後ちょっとまたすぐ動かすとは思います。アイルランドはそこまで重要ではないので、まずはロンドンね、陥落させるというのを最優先に考えましょう。艦隊修理中が多くなっちゃってんだな今ね。なんでちょっと出足が遅いかなという感じがあるな。ここはちょっとしょうがない部分ではありますね。ちょっと待ってくれ、ちょっと待って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 、勝利となってはいるもののですよ、このウェスタンアプローチの海戦、勝利となっているものの、味方は空母2隻、戦艦4隻、さらに、これは巡洋戦艦1隻、クルーザー、10巡、合わせて6隻、潜水艦7隻を失って、それでも勝ったというか、いやー、味方は、正規空母に、戦艦5を失ってますけどね。この辺りから雲行きが怪しくならなければいいなというのをちょっと感じちゃいましたけどね。また上陸されてるな。まあ、上陸されたら即座に潰す。海軍戦力がもし足りないってことになっても、もうね、その、海軍戦力を一気に増強するっていうのは、まあ、現実的に難しいので、ちょっと心配だよね。敵の艦船が400近く、この海域にひしめいているわけですね、今。ちらっと見た感じでは。さてさて、困ったな。もうちょっと、そしたら、空軍を増強しましょう。で、増強した空軍で、敵のね、艦隊をバリバリ沈めていくというのをちょっと、入れていきましょうか、作戦の中に。マンスター、ここにも艦隊、支援するための、航空戦力を配備していきましょう。まあ、ここはどうだろうな。まあ、やっぱり間違いないのはね、攻撃機になると思うんですけども、今そもそも陸
砲があるんだな、113機。さらに爆撃。本当は攻撃機が欲しいですが、攻撃機はちょっとないかな。攻撃機のカテゴリーで、持っているのは対艦攻撃機。ちょっと少ないよな。ちょっと対艦攻撃機を、数としては増やしていきましょうか。この海域でね、しっかりと敵の戦力を削るというのはとても重要なので。攻撃機を作っていきます。まあ、爆撃機でももちろんね、その効果はあるかなと思うんですけども。艦上攻撃。ちょっと他を削ってても攻撃、割いていきましょう。これでどうだろう。おー、まだ作れない。何がそんなに食ってる？もう備蓄で、ごっさごっさ余ってるものは削っていっちゃいましょう。走行自動車とかもね、もう備蓄が8万とかになってるんで、うわ、初期自動車とかに関してはもう17万車両余ってるってこと？いや、この辺はもう思い切って削っていきましょう。で、その分を、この艦上攻撃機に当てていきたいんですが、それでもまだレジスタンスに破壊され尽くしてるな。やってくれるレジスタンス。さあ、こんなもんでいいかな。さすがにこれで製造のラインに乗ったでしょう。乗りましたね。で、あとはですね、新しく徴兵された師団は投入していきます。問題のこの艦隊戦どう？ここは敵の戦艦沈めてるので、まあこれは勝利と言えるかな。さっきの決して勝利と呼べたものじゃないからね。どう考えてもむしろ敗戦したと言ってもいいと思うんで。なんとかここは勝利を勝ち取りたいよな。まあ、ただこの海域で早速、航空戦力をね、増やしたことによって、地道にではありますけども、その航空戦力による敵の攻撃というのが有効的に働いているなという感じはしてきましたよね。ここは敵に上陸を受けている。さらに、潰しておきましょう、早め早めに。こういう輩は。となれば、さらに航空戦力増強しておきましょう。アイルランド北部、ここも航空基地としてはそれなりの規模を誇っているので、艦上の爆撃機、これを200機さらに増やします。で、この200機で、海上の封鎖をね、行っていきましょう。こんなところかな。ちょっと不安はつきまとうね。一旦これでちょっと様子見しますか。海軍がね、ちょっとここに来て、まあ、苦戦とまでは言わないものの、そのね、ある程度、制海権を取れるというほどまで来ていないので、まずここをね、しっかりと制海権を取るという行動をね、
やっていきましょう。陸軍はもう安心感あるね。強さにかけては。15師団を一気に壊滅しましょう。海水刀でフランス海軍も潰す。うん、フランス陸軍も潰す。十分な戦果が上がっているので、陸軍はね。あとは海軍がしっかりと、ロンドンへの道筋。これを立ててくれることですね。さあ、艦隊戦力を集中します。ここは集中的に艦隊を運用していく。艦隊の集中運用で敵にね、息の根を止めにかかりましょう。あとはどうなんだろうな。第17艦隊を増強しましょうか。17艦隊ちょっと数としてはね、微妙なところになってるんで、これを増強します。といってもちょっと小型艦ばかりにはなってますが、まあそれでも貴重な戦力であることに変わりはもちろんないんで、この戦力は使っていきます。でだ、まだまだちょっと怖いよね。さらに空軍の戦力増強しましょう。まとまった数。ジェット戦闘機神殿かい。これむちゃくちゃ余ってんな。これこそなんか、ちょっと考えもんですよね。数としては。こんなに余らせといていいのかっていうね。そういう意味で。神殿会はちょっと減らそうよ。もうこれ以上神殿会をバカみたいに作っても、ちょっと意味がないので、艦上の攻撃機を増やして、その分敵の艦隊をね、近くで沈めていくという方が現実的かな。神殿会。銀河はね、そのまま作りたいので、神殿界備蓄が260とかも、ちょっとごめんなさいっていう数になってるんでやめましょう。ここはちょっと時間がかかりそうですね。敵の戦力を、まあ、地道に削っていくということになるんだと思うんですが。レンスターにさらに増強する。建設国支援機もちょっと余りがあるんで、これも、いやでも建設国支援機じゃないんだよね、今欲しいのは。今欲しいのは建設国支援機じゃない。あくまでも、この、海域の制海権なので、やっぱり対艦攻撃機とかだよね。敵のね、簡単にダメージを与えるための。ちょっと確認します。リバプールに上陸する部隊も準備は整っているかな。そしたら、前進しましょう。二人目の艦隊、部隊、上陸部隊は、プリマスに、いや違うな。リバプールだな。こここそリバプールだ。そう、これでね、うまく上陸作戦が始まってくれれば、もう締めたものなんですけど、どうしても、敵のね、艦隊戦力、依然強いね。攻撃機の数を増やしていきたいので、ちょっと攻撃機を様子見しましょう。対艦攻撃機が少ないなぁ。対艦攻撃機の数が少なすぎる。これだと話にならないな。対艦攻撃機の数をやっぱり増やす必要が改めてあるねっていうのを、まあ、この時点遅かったとはいえ認識できたのはプラスだな。数、どかすか増やしましょう。生産工場のラインに重点的に配備。まあでもね、罰印が増えてきたっていうのは大きいですよね。
勝利の数字が。黄色までは持ってくれるけどね。もう黄色から先がちょっと難しいよね。おっと、これはフランスの機関と言っていいんじゃないの？フランスじゃない、オランダだね。よし、撃沈したね、敵の機関を。さらに待ちに待った聖火剣が取れましたね。いよいよこれで上陸作戦が始まる。お、一瞬にして黄色に戻されてる。が苦しいよなこれはね。まあただね、黄色の時間が増えてくればそれだけ、まあ立派な効果が得られたということだと思うので、これは、歓迎すべき、いい内容だというふうに捉えましょう。さて、第5艦隊もそしたら、ちょっともうアイルランド周辺に、集中配備に変えていきましょう。艦隊をね。ああ、さらに上陸されてる？上陸されているようであれば、これを跳ね返さなきゃいけないので、一度上陸させてから、これを跳ね返すっていう方が、敵のね、手段を確実に削れるという意味では、ありですね。よし、殲滅した。殲滅したら、この後は、聖火剣を見届けましょう。聖火剣がなかなか安定しないからね、アイルランド海域周辺が。だけの艦隊をね、送り込んでも聖火剣が取れないっていう時点でもうちょっとやばいだろこいつらっていう戦力ですよね、きっと敵も。まあ、数ではね、冒頭お話した通り劣っているので、まあいかにして、一瞬をついて、ロンドンに上陸できるかというところだと思うので、まあ、艦隊をね、うまく集中的に配備していきたいですよね。今動いている艦隊がどんだけいるのかっていうところもあるからな。実際今修理中で稼働していないなんていう艦隊もそれなりにいるかなというところなので、ちょっともう主力艦隊をね、どんどん集めていっちゃいましょう。今ようやく聖火剣取れて上陸作戦始まりましたね。ちょっとしばらくパトロールしてなかったので、念のためパトロールだけしていきます。大丈夫そうだね。いつの間にかなんか日本の領土が減っているっていうことも往々にしてあるので、さあでは進めていきます。カーディフに上陸が始まってるね。これうまく上陸成功した。さすがよ帝国陸軍。
信頼できるね。じゃあその信頼できる帝国陸軍を一様に進めていきましょう。リバプールにも上陸が始まった。リバプールからもどうする？一気にロンドン目指すか。いやー、ここはしっかりグラスゴーを目指して、まずは二つ軍を分けましょう。まあイギリスもね、フランスもそうですけども、師団数多いとはいえ、世界に散らばるその植民地はね、当然あるわけで、それらの植民地に大半の軍が割かれていると考えれば、イギリス温度はご覧の通り、あっという間にロンドンまで迫ってます。まあこんなもんよというところですかね。まあロンドン陥落したらね、すかさずフランスを今度はね、追い落としていくということになるかと思いますね。ロンドン陥落ですね。さあ、残った敵の部隊も殲滅していきましょう。ドーバーに、首都が移ってますね、敵の方は。よし、イギリス降伏。イギリスが完全降伏ですね。これで残されたフランス、パリ、ここを攻略。じゃあ次回ね、これをやっていきたいと思いますので、次回ぜひぜひ お楽しみにしていただければというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。